ろくなことないのよね。ひどいよ、ナホちゃん。でもほら、僕なら君たちが知らないような大人の遊びも知ってるし、いろいろ役に立てると思うんだけど。どうだか。まあ何かあった時は全部田口さんのせいにすればいいし。そんな相変わらずナホちゃんは辛口だね。さあ、それよりみんなで机を動かして。机ですか？一体何が始まるんだろうね。いいからいいから、ここは一つお兄さんにどんどん任せてよ。さあ、犬丸くん手伝って。はっ、了解であります。ぬまる、あんた何張り切ってんの？まさか変な下心でもあるんじゃないでしょうね。いや、これから大人の遊びができると思うと体のあちこちが張り切っちゃって。さやかとあんなことやそんなこと、ああ、もう想像しただけで大変なことになりそうだよ。死ねばいいのに。ほらほら、さやかちゃんも手伝って。そうそう、そうやって机を3つずつ2列に向き合わせてくっつけて、そんな感じ。みんな机の両側に並んで座って。あ、幸子ちゃんはお誕生石ね。よし、これで準備は OK と。さあ、今から合コン始めるよ。まあ他にもいろいろあるけど、まずは王道の合コンからって。バカバカしい、何をやらせるのかと思ったら、こんなの付き合ってられないわ。待ちなさい、ナホ。幸子ね、その合コンってやってみたいの。もちろん一緒にやってくれるよね。やってみてもいいんじゃないのかな、合コン。うん、そうだよね、行ったことないけど、やろう。私もないよ、安心して。重視はするの嫌いなんだけどな。俺は最初からやる気満々だよ。あんたには聞いてないから。よし、意見もまとまったところで合コンスタート。ちょっとみんな盛り上がってよ。拍手拍手。じゃ、テイク2。皆さん、長らくお待たせいたしました。ただいまより、あの子の本命は誰？ドキドキ合コン in 天神小学校を始めたいと思います。感じで盛り上がってきましたね。皆さんもご存知の通り、合コンといえば一騎不肖田口翔吾、トップバッターを務めさせていただきます。まずはビールを。ここをどこだと思ってるんですか？そんなものあるわけが。アルバイトね。ああ、アルバイト？だってお手伝いしたらバイト代代わりにとびっきりの礼がをくれるって幸子様が。幸子様って、愛子、あなたって人は完全に召使い化しちゃってる。合コンにいるものを一式用意してちょうだい。かしこまりました。少々お待ちください。オーダー入ります。行きますか。ですね。じゃあ改めて、荒沢独身田口翔吾一期行かせていただきます。田口さん、大人の魅力見せつけちゃってください。あ、犬丸くん、僕が一期を始める前に「ちょっといいとこ見てみたい」って言ってくれるかな。ほう了解です。私たちはどうしたらいいのかな。ごめんなおみ、私もよくわかんないのよね。ノリが悪いぞ。ここは一気一気って掛け声かけてくれなくちゃ。バカみたい。幸子ノリ悪い人嫌い。賑やかなのが好きなんだけどな。勝負を一気に行かせていただきます。イエーイ。あ、それあらさのちょっといいとこ見てみたい。一気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 。じゃあ次はなごちゃんの番だね。私ダメですよ田口さん。私たち未成年だからお酒なんて。そんなの分かってるって。もちろん未成年のなごちゃんはこのコーラで一気をやってもらいます。よかった、コーラなら大丈夫だね。大体なんで私がこんなことやらなきゃいけないの？その必要性を全く感じない。あ、そういえばなほちゃん炭酸苦手だって。あれ？飲めないのなほちゃん。幸子もなほのちょっといいとこ見てみたいわ。ね、みんなもそう思うでしょ。やればいいんでしょ、やれば。さえのきなほ、コーラで一気いきます。あ、それさえのきさんのちょっといいとこ見てみたい。一気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 。なんとかな。くりするでしょ。でもそのおかげでしゃっくり止まったでしょ。あ、本当だ。よーし、そろそろ場も温まってきたし、ゲーム行きますか。いいですね。何から行きます？じゃあまずは定番の山手線ゲームから。山手線ゲームって何？どうやるの？まずお題を一つ出して、参加者が手拍子でリズムを取りながら、そのお題に沿った答えを順々に言っていくんだ。それでもしお題にそぐわないことを言っちゃったり、答えに詰まったりしたら、その人の負けってゲーム。なかなか面白そうね。幸子もやってみたい。これで決まりですね。そうだね。それじゃあ山手線ゲームいくよー。うわー、山手線だけどノリノリでいこうね。ではでは幸子ちゃん、お題をどうぞ。そうね、最初のお題は死に方。死に方って言ってもいろいろあるから、きっと楽しいわよ。飛び降り。少子。もう一に。自殺。撲殺。首吊り。やっぱりこのゲームやめない？せっかく面白くなってきたのに、なんで勝手にやめちゃうの？だって死に方なんて縁起でもないし、そんなお題でゲームとか良くないと思う。それに何？お前、幸子に逆らうなんていい度胸してるじゃないか。なんなら今言った死に方で皆殺しにしてやってもいいんだぞ。そうだ、あのさ、山手線ゲームよりもっと盛り上がるゲームを思い出したんだけど、どうかな。もっと盛り上がるゲーム？そう、みんなでわーってなって絶対楽しいと思うよ。名前なんだっけ？割り箸でくじを作るやつ。もしかして王様ゲームですか？それだ。まさに合コンの王様ゲーム。それはどんなゲームなの？まずは人数分の割り箸を用意する。1本別に取っておいて、他の割り箸に番号を書いてくじを作るんだ。別に取っておいた割り箸には「王様」って書いて、これを引き当てた人が王様になれるってわけ。王様になったら何ができるの？例えば1番の人が5番の人に「チューをする」とか、好きなように命令できるんだよ。かしこ、キスのことを言うのよね。そう、なかなか刺激的だろ。全員くじを引き終わったところで、王様だーれだっていうみんなの掛け声に合わせて王様を引いた人が名乗り出る。つまり誰が王様でどんな命令を下されるかわからないっていうドキドキ感を楽しむゲームなんだ。面白そう。せちこ王様ゲームやりたい。まずはくじを引いて。どれにしようかな。せちこはこれにしようっと。ほらみんなも。こっちで、残ったのが僕のか。それじゃあみんなで「王様だーれだ」って掛け声かけるから王様の人は名乗り出てね。さんはい、王様だーれだって僕だ。服があるっつうのは本当だな。さてと命令は何にしようかな。よし、まずは超定番のぼっちーゲームを。1番と6番の人。ぼっちーゲームってあのチョコスナックを使うやつ？両端を加えて両側から食べてくっていう。でもそれじゃあ顔がどんどん近づいてっちゃうよ。それがいいんじゃないか。徐々に近づいていくお互いの唇、相手の体温を感じるほど近づいたその時、思わずぼっちを離してしまった方が負けってわけ。チューをしようってゲームじゃないのね。いや、場合によってはそれを目的としてやる場合も。クワン。小さい女の子相手に何言ってんのよ、このド変態。じゃあ気を取り直して1番と6番の人だれだ。6番。え、嘘。なこちゃんとぶっちげるのって。はしゃぎすぎよ。だって私となこちゃんがなんだよさやか。そんなにポッチーゲームがしたかったのなら一言言ってくれればいいのに。俺がいつでも相手に。冗談。あんたとなんて絶対嫌。さあなほちゃん、さやかちゃん、こっち用意したからさ、早く。はい。さやかってば張り切りすぎ。分かったからぼっちブンブンさせないでよ。加えられないでしょ。なほちゃんの顔がこんな近くに。回した方が負けだからね。よーいスタート。なほちゃんの唇がどんどん近づいてくる。なほちゃんの息がかかってるよ。なほちゃんのシャンプーの香り、あー、もう心臓が飛び出しちゃいそうだよ。なほちゃんのツヤツヤリップが目の前に、あとちょっと、もうちょっとで、もしかしてこのままキスしちゃったらどうしよう。そんなことになったりしたらメロさやかちゃん失格。どうしても何もそういうルールだし。もう私もバカ。あと少しでなほちゃん。ポッチンのかけら食べていい？拾い食いなんてやめなさい、さやか。わかるよ、さやかの気持ち。まさに寸止めの状態でお預けされるのって辛いよな。そんなさやかを俺は放っておくことなんてできないよ。さあ、全力でその悔しさを俺にぶつけるといい。うん、そうする。ガッ！あちゃー、今のもろに入ったんじゃない？大丈夫？鼻血出てるけど。大丈夫。これは一つの愛の形だと思います。さやかちゃんの気も晴れたところで、2回戦いくよー！